おはようございます。時刻は10時を回りました。ライフサポートラジオをお送りします。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お届けするのは FM ギノワンスタッフ田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において 冷静、的確に行動ができるよう情報を発信することが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えします。この番組ではご意見、ご感想を受け付けています。防災、防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。メールアドレスは797 fmginoan.com 数字の七九七アットマーク f m g i n o a n c o m f m ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。f m ギノワンのホームページから見ることができます。 また、サイマル放送、リッスンラジオもやっています。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。そちらからお聞きください。スマホでお聞きの場合は、無料アプリ、リッスンラジオより、全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲しお聞きください。完全に同じものをお楽しみいただけます。そちらもよろしくお願いいたします。 この後はお知らせや新聞記事から防災、防犯情報をお伝えします。ではまず、琉球新報今日の社会面からお伝えします。飲酒絡み、事故、また再開。1月から7月。 9本取締り強化。沖縄県警交通企画課によりますと、2018年1月から7月の県内飲酒絡み交通人身事故の構成率は、全国平均より2倍以上高い1.95%で、全国ワーストとなっています。 27年ぶりに再開を脱却した2017年の同期日より0.42ポイント増しています。今日23日からの旧盆で飲酒機会が増えるとし、県警は取り締まりを強化します。人身事故発生は前年同期百359件減の2456件、 でしたが、うち飲酒絡みのものは5件増の48件となっています。一方、飲酒絡みの死亡事故の構成比は、あ、構成率は10.5ポイント減の4.5%、全国32位となり、前年同期比の3位より大幅に改善しています。死亡事故全体は、 2件増の20件発生し、うち飲酒絡みは2件減の1件にとどまります。交通企画課は、前年より飲酒絡みの事故が増加しているにもかかわらず、死亡事故件数が減っていることについて、たまたま死亡事故が起きていないだけと述べました。 飲酒運転で死亡事故を起こした場合、最大で懲役20年、3000万円以上の被害保障を負ったり、職を失ったりするなど、代償があるとし、交通企画課は重大さを認識してほしいと強調しました。 県道、国道で横断歩道以外を歩いて道に引かれるなどした歩行者の死亡事故は8月19日時点で前年同期比で4件増の10件となっています。交通企画課は歩行者による安全注意のほかドライバーに対してもこまめにハイビームに切り替えるなど前をしっかり見る意識を持ってほしいと呼びかけました。 はい。この、やはり今日から9本ね、3日間始まりますけれども、本当に飲酒の機会は増えると思いますので、ね、飲んだら飲ま、えー、飲んだら乗らないように気をつけてください。続いて、台風20号、西日本上陸へ。非常に強い台風20号は西日本の南を北上し、 23日午後にも近畿や四国付近に上陸する見通しです。強い台風19号の影響もあって、総雨量が1000ミリに達する地域もあるとみられ、気象庁は西日本豪雨の被災地や、雨量の多かった地域を中心に、土砂災害を呼けています。暴風や高波、高潮にも警戒が必要です。 一方、19号は航海に進んで日本から離れますが、九州北部では雨が残り、引き続き土砂災害に注意が必要になります。今日午後6時までの24時間そう予想雨量は、多い地域で東海、四国300ミリ、近畿250ミリ、その後も降り続けます。 琉球新報、社会面からお伝えしました、はい、台風がね、沖縄は直撃していないもののね、すぐ近くで発生して通過しております今日の沖縄地方のお天気はお伝えしましょうえ曇り時々雨南西の風曇り時々晴れ 夜の初めごろ、一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。すべての天気ですね <laughs> うん。曇り、晴れ、雨、全部ですね。忙しいです。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は午前中30%、午後40%。 夕方6時から夜にかけては50%の予想となっております。那覇の日中の最高気温は32度の予想です。またね、えー、この急盆中のお天気もね、どうなるか気になるところですけれども、明日は、明日も似たような感じですかね。南の風のちやや強く曇り、夕方1時雨 今日と明日も同じ感じですねで。週間予報を見ますと、また同じような天気がずっと続いています。来週の火曜日あたりまで曇りマークと雨マークですね。向こう1週間は湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。最高気温は平年より低い見込みです。最低気温は平年並みか平年より高いでしょう。 降水量は平年並みか、平年より多い見込みです。はい、お盆なのでちょっとね、あんまり雨降ってほしくないんですけれどもね、こういう天気になっております、えー。今日の詳しい天気ですけれども、沖縄本島地方は明日にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。 沿岸の海域ではうねりを伴い波が高くなっています海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に注意してください今日は沖縄本島地方湿った空気と南シナ海の熱帯低気圧が先島諸島に進むため曇りでところによりにわか雨か雷雨となる見込みです い、今日も、ね、高温が予想されるため熱中症など健康管理に注意してください。さて、この波は3メートル今日の予想ですけれども波は3メートルでうねりを伴うでしょうとお伝えしましたが、えー、このね割と高めでそしてうねりを伴うということですけれどもこのうねりを伴いというね波の予想台風の時などによく出てくるんですけれどもこのうねりというのは 何なのか、ね、あまり、はっきりとは知られていないかもしれませんので、お,お知らせしたいと思います。えっ、ー、と、波はねは、あの、風が吹くと発生するんですけれども、で、その、一度発生した波は、そこにとどまらずに、弱くなったりしながらも、遠くまで伝わっていきます。これをうねりというそうです。 うねりは波が高いほど遠くまで伝わり、数千キロ先まで伝わることも珍しくないそうです。数千キロ。相当伝わっていくんですね。はい。で、えっ、ー、と、だんだん伝わっていく途中で波の高さは低くなっていくんですけれども、波長が 長くくなっていくそうです波長っていうのは1個の波の1個の波のこの一番高いところか次の高いところまでですね。はい、で波長が長いということはその分力が強く蓄えられているということだそうでこれが結構油断できない波だということです。波長が長がくて ま、高さはなくても、うねり、波長が長くなっているものと思った方がいいので、このうねりという言葉が出てくると注意が必要です。で、うねりを伴うでしょうという言葉が入っている場合は、波が高くなくても、海岸に近づくと、この急に高くなる波である可能性がある、あります。 見た目穏やかでも浅いところに来たら急に波が高まって足元すくわれたりということが起きるそうですなので、えっと、見た目ですとか波の高さとかにかかわらずうねりを伴いという言葉が入っていると気をつけた方がいいそうです、はい、遠くからやってきて 力が蓄えられている波のことだそうです。うねりの説明でした。では気象情報を終わりまして、えー、一つ夏休みの親子で参加できる講習会のお知らせです。えー、まあゴミね家庭でゴミが出ると思いますけれど、皆さんどうされてますかね。 まあ、ギノワンシの袋に入れて捨てるんですけれども。まあ、ゴミは増やさない方がね、地球のためにも優しいですよね。で、あの、まあ、水気を切って捨てるっていうことは、まあ、ね、ゴミ増やさないために基本ですけれども、もっと進んで、家からもう本当になるべくゴミ、生ゴミを出さないようにということで、生ゴミで、 堆肥作りをしてみませんかというイベントがあります。夏休み親子段ボールコンポスト講習会2018のお知らせです。生ゴミで手作りの堆肥を作り、庭やベランダで花や野菜を育ててみようというイベントです。対象は、宜野湾市内在住の小学,小学校4年生から6年生とその保護者。 2名1組ですえー、っとですねこちら申し込みが必要で申し込みは明日までですね8月24日金曜日までに申し込みが必要ですで開催の日時は8月30日木曜日来週ですね30日木曜日の午後2時から4時までとなっています 場所は、ギノワン市役所多目的会議室。ギノワン市役所玄関前のプレハブに、の中にあります。こちらの多目的会議室にて開催されます。段ボール、えー、このダンボールコンポストっていうのは、コンポストっていうのは対比のことです。対比。 家庭から出る生ごみで段ボール箱を利用して堆肥を作ることです。段ボールコンポストを利用することで生ごみを堆肥化することができます。はいなんかねコンポストを作る用の何かこう買ったりしなくても段ボールだったらねどこにでもあると思いますのでまたさらにエコな感じですよね。はいぜひ あとあれですよね。夏休みの自由研究にも駆け込みで <laughs>、これをレポートすればなるかなと思いますので、ご都合のつく方は申し込みして参加してください。えー、っとね、申し込み用紙があるんですけれども、こちらは、どこにあるんですかね。お問い合わせ先を申し上げます。えー、ファックス。 098-893-4410893-4410ノワ湾市役所環境対策課までお願いします。はい、まだ間に合いますのでね、明日まで募集しておりますので、ぜひ、親子段ボールコンポスト講習会参加してみてください。 では一旦 CM です。 ライフサポートラジオお送りしております。では、ここで、儀の湾の、四方儀の湾からお知らせします。えっ、ー、とね、先月の大阪のね、あの、北部の地震の時にも、えー、死亡事故が発生してしまいましたが、ブロック塀、危険なブロック塀、 お近くにないでしょうかまた自分のお家のブロック塀大丈夫でしょうかということで、えー、既存の塀の維持・保全についてお知らせします。建築基準法第8条において、建築物の所有者、管理者、または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を 常時適法な状態に維持するように努めなければならないとありその中にはブロック塀なども含まれております維持管理を怠るとひび割れや破損傾きといった老朽化が進み本来持っている強度を維持できなくなり倒壊の危険性が高くなる恐れがありますブロック塀の維持管理について 所有者、管理者が日頃からの点検により適正な状態の維持に努めていただく必要があります。またね、あのブロック塀の点検チェック、えー、するサポートセンター、サポートセンターありますので、えっと、ちょっと自分でわからない方も多いかと思いますので、えっと、その場合は、 NPO 法人沖縄建築設計サポートセンターにお問い合わせいただければと思います、えー。この調査、どうやって調査する、チェックするかとか、鉄筋の有無など調べることができる機械の貸し出しもあるそうです。お問い合わせは、江ノ湾市役所893-4411 建築家までお願いします。八四あ、すみません。893-4411番です。それでは残り時間、また毎週恒例となってきておりますけれども、災害時に水が断水したりとかね、 水で困られたというこの前のあの豪雨の時もねかなり1週間断水が続いたそうですけれどもそういう時にも食事は大事ということで少ない水で調理するクッキングレシピをお伝えしたいと思いますまあポリ袋と鍋と少しの水があれば意外と料理ができます じゃあ今日は今日はですね今まで先週白いご飯を炊き方をお伝えしましたが今日はえっと何しましょうえっと <laughs> 手羽手羽元とあの大根の煮物のレシピをお伝えしますね手羽,手羽元と大根のあっさり煮物 手羽元2本、材料、手羽元2本、大根3センチ、白ネギ5センチかける ×2、だし、だし用昆布3センチかける ×5 センチ、生姜スライス2枚、オイスターソース小さじ1、水500ミリリットル、以上です。 あのーまあ、水 500ml、ね、ぐらいは確保できる場合の、ね、調理法ですけれどもね、はい、大根は 1.5cm の厚みのいちょう切りに白ネギは斜めに切りますで白い部分は 5mm の幅の結構細く切りますで手羽元に塩少々をまぶしておきます で、耐熱性の食品用袋2枚。ね、よく売ってますよね。あの、普通のサイズのやつ。あれを用意します。で、大根と出汁用昆布、ウスターソース、水 300ml をその一つのジップロックというか、あの、袋に入れます。 で、また、もう一枚には、手羽元と白ネギと生姜と水残りの200ミリリットルを入れます。そして空気を抜いて密封します。で、鍋に湯を沸かして、この袋を入れて、中火で蓋をして20分茹でます。20分ただ茹でます。 で、粗熱が取れたら、鍋から取り出して、器に手羽元と大根、白ネギを盛り付けます。あら、簡単。ねえ、この料理をした後の鍋を洗ったりとかも水を使いますので、これだと洗わなくていい。洗う水も必要ないですよね。はい。ということなので、まあ、食材、 とポリ袋と鍋があれば結構普通の料理ができるってことですよね、はい。水を少なくしか使わずにこれぐらいの料理ができます。ね、このポリ袋便利なので防災対策の一つとしてまた用意しておくといいですよね。また鍋洗うのめんどくさいっていう時とかね。 あのー、これだから一つの鍋で結構いろいろできますので、これとまたね、別のメニューも一緒に茹でたりとかもできますよね。ぜひ試してみてください。覚えておいて損はないと思います。災害時にも役立つポリ袋料理を一つご紹介しました。 ライフサポートラジオ、安心・安全な生活を送るために、FM 技能ンより田辺由紀がお送りしました。今日から休本ね、3日間始まりますが、最初にもね、記事にありましたように、飲酒運転だけはしないように気をつけてくださいね。それでは、また来週この時間にお会いしましょう。いざという時に行動できるように備えましょう。